はい、皆さん、こんにちは。アジアで生きてるケイちゃんだよ。はい、えー、今回のね、話題に関しては、えー、ちょっとね、サムネイルご覧になっていただいてるんで、まあ、どんなことをすかね、なんとなく、えー、ご想像がつくんじゃないかなと思いますけども、 もうね、いつも話してるね、なんかちょっとね、ここら辺がね、気持ち悪くなるような経験問題だとか、まああるお家のですね、また問題出てきた、みたいなね、話だとかですね、あるいはちょっとね、頭が痛くなるような、そんな経済の話とかね、そんなような、ちょっと話はちょっとですね、ちょっと置いておいて、いやね、あのー、サムネイルのね、写真をえ皆様ご存、ご覧になってると思うんですけど、やっぱりね、あのー、高梨沙羅ちゃん、なんかね、なんか素晴らしいなと思ってですね、 えちょっとね、素晴らしいなっていうようなことと、まあ、ちょっとね、えー、気持ち的にはほっこりしたいなと思ってですね、ちょっとね、私のあの、完全なその趣味のね、<laughs> 動画なんですけども、ちょっとそういった動画を撮ろうかなと思いました。でね、えー、ちょっとね、ヤフーニュースに出てたようなね、あの、記事は、記事はちょっと引用するんですけども、まああの、皆さんよくね、もうご存知の通り、まあ、つい先日行われたその北京オリンピックですね、 北京オリンピックのスキーのジャンプの混合団体でしたね。混合団体の、えー、競技の中で、一本目にね、1本目にサラちゃんがバッとジャンプしたときに、個人戦と同じスーツを着ていたにもかかわらず、なんかスーツのね、違反ということで、なんかちょっとね、サイズがなんか、えー、違反になったというようなことで、これもね、えー、高梨選手だけじゃなくてね、例えば、 入賞をのぞのぞ逃したね、最有力と言われていたような、そのドイツのね、選手からもいろいろね、えー、何なのこれは、みたいなことで非常に大きな物議を醸し出しましたけども、まあ、それに関してですね、もうあのー、ちょっとね、見てても辛いようなシーンだったですよね。えー、実際にね、1本目終わった後も失格になっちゃった後も2本目も非常にね、気丈な姿を見せてくれた、まあ、あの大ジャンプをね、してたんですけども、やっぱりね、そういったような中で、 えー、本人はですね、その競技の途中でもね、ちょっと泣いちゃうようなね、シーンを見てね、非常にね、同じ日本人としてはね、えー、心苦しくね、感じた方も私だけじゃなくて、非常に多くの方がね、そういうふうに思われたんじゃないかなと思います。な、というような中でね、まあ実際には、その後ね、オリンピックが終わってから、最初のワールドカップかな、ワールドカップの、えー、その競技の中で、優勝しましたよってことでね、 非常にやっぱりこれもね、ちょっともうワールドカップ自体はね、冬の競技終わっちゃってるんで、前なんですけども、そういったような記事も上がってましたよね。まあそういったような記事が上がって、非常にね、嬉しさを共有したような日本人の方多かったんじゃないかなと思うんですけどね。それと合わせてですね、ちょっとね、今日ね、Yahoo ニュースの方で記事が出てたんで、ちょっとね、取り上げてみようかなと思いました。 まあたまにはね、こういうような話もしてですね、やっぱりね、こういうような素晴らしいね、まあアスリートの人ですけども、素晴らしいアスリートがいるか、いるなとかね、決して諦めずにですね、努力をして、で、またね、新たな栄冠をえ取得したというね、まあ非常にいいニュースじゃないかなと思ってね、話をしようかなと思いました。でね、ちょっとね、記事の内容、またちょっとね、多少読んできますけども、 えー、失意から立ち上がったことに多くの人が安堵し、えー、復帰初戦でのね、優勝に多くの人が感銘を受けた。いや、受けましたよね。素晴らしいよね。で、えー、北京オリンピックのスキージャンプでスーツ規定違反になるによる失格となり、涙を流してから約1ヶ月、えー、高梨沙羅選手が劇的な復活を遂げましたということで、えー、実際はね、3月の2日、 まあ、約ね、1ヶ月前ですね。ノルウェーで行われたノルティックスキーのワールドカップジャンプ女子個人第14戦で、2月7日のえ北京五輪オリンピック総県混合団体以来となる公式戦出場を果たしたえ高梨選手はいきなり優勝を飾りましたと。そして、オリンピックの後ということもあり、今までの中で一番嬉しい優勝になったと笑顔を見せました。ということで、サムネイルに貼ってあったね、笑顔。 いっぱいのですね、そういったような写真があったわけです。素晴らしいよね。そう、やっぱりね、あのー、とにかくね、混合団体のね、オリンピックの時は本当にね、泣いてましたもんね。で、それをね、その、えー、あの、個人戦でね、金メダル、あと銀メダルを取った小林陵侑選手がね、あの慰、慰めるようなね、形でね、肩を抱いておりましたけども、あのシーンはね、今でもちょっとね、思い浮かびますね。非常にね、 まあ、悲しかったな、というような、えー、まあ、一心だったんですけどもね。それとは、まあ、それこ、そこからね、精神的に、やっぱり精神的なね、ショックってのはすごく大きかったと思うんですよね。実際にメダルがどうのっていうことよりも、やっぱり精神的なショックですよね。そこから見事に立ち直って、で、ワールドカップの最初のね、復帰。要するにオリンピック後のね、次の、えー、ワールドカップのね、競技会で優勝したと。素晴らしい。 で、えー、この中でね、あの記事の中にも書いてありますけども、飛び続けようという決断は大正解だった。いや、大正解ですよ。ね。で、ちょっと読みますけどね、自身3度目のオリンピックでは胸が引き裂かれるような苦しみを味わった。わ、うん、かるな。悲願の金メダルを目指して出場した個人ノーマルヒルでは、不安定な風に風に悩まされて4位にとどまり、結果を受け入れていると。もう私の出る幕ではないの。 かなと肩を落ととしたところがそれ以上の悲劇が、えー、高梨選手を待ち受けていましたと個人戦から中1日1日で臨んだ混合団体で1本目を飛び終えた後にスーツ規定違反による失格が判明したのだと自分のせいだと泣きじゃくった高梨選手は気丈にも2本目を飛び切り日本は4位とその姿は人々の胸を打った。 しかし、責任を背負い込んだエースは、混合団体の翌日に SNS 上で、今後の私の競技に関しては考える必要がありますと、引退をほのめかすほど自分を追い込んでいた。いやね、これやっぱり追い込んじゃいますよね。普通のワールドカップの競技会じゃなくて、なおかつ自身のね、個人戦じゃなくて団体戦ですからね。日の丸を背負っての団体戦で、この、まあ、 スーツ違反だった。まあこれもスーツ違反っていうのもね、個人戦と同じスーツを着てたんですよね。にもかかわらずって話だから、全然ね、これ高梨選手個人の責任じゃないんですよね。全然誰の責任じゃない。も、ま、う、あ、後からわかりましたけどね、なんかこの混合団体の時にはなんか、どこでしたっけね、その実際の通常では考えられないような個人戦では女子の なんかそのね、スーツをチェックするような人だったのが、なんかじゃないけど、その団、混合団体の時にはね、男性の違うスーツをチェックするね、審判員だったってことですよね。だから、当然そこでまた違うようなね、物差しで、えー、結局はスーツをチェックされたっていうことだから、全然、高梨選手には全然責任ないわけですよね。ただ、そういうような、 飛んだ時には一本目すごいね、大きなジャンプしたんですよね。で、喜んでた瞬間、その後、急に失格。いやーっていう感じだったですよね。びっくりしましたけどね、私を見ててね。で、まあ、そういったようなことにもかかわらず、えーまあ、あの高梨選手としてはですね、まあ、気丈にも精神的に立ち直って、ワールドカップの、そのね、北京オリンピック直後の、えー、まあ、ワールドカップで優勝したと。 で、も、ま、う、あ、これに関してはね、もう日本人だけじゃないよね。日本人だけじゃなくて、世界中から大絶賛を受けたわけですよね。というようなことで、まああの、なんかね、そういうようなことをね、今語ってるだけでもなんかね、あのオリンピックの時のね、えー、泣きじゃくってる、えー、高梨選手の姿を思い浮かべると、なんかこっちまで目頭がね熱くなってきちゃいますけどね。まあでもね、いずれにしても、本当にこのね、 一ヶ月ぐらい前のね、あのー、ワールドカップの優勝ではあるんですけども、今考えてみるだけで、ね、だけでもですね、世界中から大絶賛を受けました。やっぱり日本人の一人としてはね、なんかね、この、書いてあるけどね、誇らしいような姿をもっと見せてほしいと思えるような復活劇だった。まさしくその通り。えー、ちょっとね、さっきこの記事の中ではね、一瞬たりともで、一瞬ではですね、その引退という荷物がね、浮かんだんじゃないですか。でもねこのね えー、復活劇というかですね、このワールドカップの優勝でもって、また来季以降もですね、来年以降も、えー、まあ、笑顔いっぱいのですね、この高梨選手の大きなジャンプを見られるんじゃないかな、ということで、期待しましょう。っていう感じですね。ということで、まあ、たまにはね、こういう話したかった。私が単純にしたかったという話だけなんですけどもね、えー、皆さんにとってはちょっとね、えー、どうかなっていう感じなんですけど、えー、アジアのケイちゃん、若者動画なんですけども、 でもね、やっぱりこういうね、記事読むとですね、やっぱりね、人間ってやっぱりね、努力してなんぞや、というような気がしてならないんですよね。だってこのね、精神的なショックから立ち上がったというのも、この高梨、高梨、さらちゃんのですね、個人的ではあるけども、その精神的なショックを立ち直ったとっいう努力ですよね。その努力も素晴らしい。で、なおかつね、オリンピック後の第一戦ね、えー、復活、勝利。 これも素晴らしい。でもその復活勝利をするまでには、そのオリンピック終わってからもね、当然ね、自己研磨じゃありませんけども、練習にね、は、まあ、当然積んでたわけですよね。そういった中での優勝。うん、精神的にも体力的にもね、えー、努力を重ねて、えー、掴んだ、えー、優勝だった。ということで、それは世界中から大,大絶賛ですよね。本当に素晴らしいって話ですよね。やっぱり人間努力に勝るものはなしだと思います。 今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた、バイバイ。